ビワの弦の変え方です。リクエストありがとうございます。今回は4弦と5弦を変えます。コンサート当日に切れないように1週間ぐらい前までに交換をしましょう。糸巻きから弦を外して交換します。まず糸巻きを外し、弦が結ばれている点を探してほどきます。ほどけました。もう一本も同じようにほどいてください。ビワ本体の弦を外します。単純に結ばれている弦をほどくだけです。使った弦はもし切れたのでなければ取っておいた方がいいです。万が一切れて新しい弦がない時に使えます。これは新品です。巻かれている紙を取ります。2本入ってます。弦を上から通します。で、手前を短くして、この手前の短い弦を長い弦の下から通します。から通すと、ここに輪っかができるので、この輪っかの外からまた穴の中に入れます。で、この手前の小さいのを、小さい弦をちょっと引っ張ります。で、この結び目がこのここに来ます。で、結び目が来たら、この上の弦をグッと引っ張るとできるはず。はい、これでしっかり固定されました。固定されたので、この弦を今度引っ張って、今度はここに伸ばしてきた弦をここにつけます。先にこの子を入れてしまって、ここには先に輪っかがもうついているので、これを一緒に中に指を支えながらだとちょっとやりづらいですが、はい、こうしたら、ここに先ほど伸ばしてきた糸を、弦を結びます。片結びではなくて、最後ちょっと輪っか、このリボンみたいなのを作ってギュッて引っ張ると、また弦交換するときにほどけやすくなるみたいです。で、あとはひたすら、よいしょよいしょ、ひたすらぐるぐる巻いてきます。4と5は一緒に引くので、一緒にしごきます。
見てくれてありがとう。